南米選手権準決勝アルゼンチン2対0カナダ2024年7月9日米ニュージャージー州イーストラザフォードアルゼンチンがカナダとの準決勝を2対0で制し2連覇に王手をかけた1次リーグ第1戦で2対0で破ったカナダとの再戦に同じスコアで勝利前半22分に FW アルバレスマンチェスター・シーが先制点を挙げると後半6分に FW メッシ マイアミが今大会初得点となる追加点を挙げて突き放したメッシュは右足の負傷で一次リーグ最終戦の起用を見送られエクアドルをどけた準々決勝はフル出場したものの PK 戦で失敗コンディション不良を指摘する声もあった中で大会通算14点目のゴールで不安を払拭したアルゼンチンは14日の決勝でウルグアイ・コロンビア戦の勝者と対戦する